え、待ってこれ、ええ、待って、そう、大塚科学と大塚製薬っていう違いが。水島のね、謎をね、いろいろ見ていこうということで、今日ちょっとやっていこうと思うんです。あれ、あ、竹見、竹見とか、今日来てるところは、水島のね、とある場所に来てるんですけど、水島のね、謎をね、いろいろ見ていこうということで、今日ちょっとやっていこうと思うんですけど、まず最初の謎スポットなんですけど、これから向かおうかなと思います。なんでもね、有名なあのアニメキャラクターがね、いるということで、行ってみようかなと思います。これね、福田公園の近くにあるんですけど、なんですかね、あの女性がいますね。ちょっと女性とどこかで見たことあるような、あ久しぶりで、お久しぶりです。久しぶりでございます。ねえ、パパでーす。来てまさかのなんかドラえもんっていう、これは何、これ実は何なのかな。ちょっと触ってもらって。え、待ってこれ、ええ、待ってこれ、発泡スチロールな発泡スチロール、待って、え、嘘、ほんまに発泡スチロールなんだけど、え、発泡スチロール、ほんまや、え、どういう経緯なのかちょっとわからないけど、まあ大体交通安全の一環で置いてるのは見るけどね、その、これに目を生かすためにこれを置くみたいな。そう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 。これウルトラマン。ドラえもんの次はウルトラマン。生態だって。ねえ、なんかどうなってんの？鎖。ね、もうかなちゃん全然気づいてなかったけど、目の前に結構すごい看板の量があるということで、まあボロボロ、そう、あっち、あっち、これやね、まあ、若い子にはちょっと気づかなかったかも。これ、何これ、びっしり、え、すげえ、え、なにこれ、え、すごー、酒類は現金って書いてますね。すごい昭和を感じるね。ねえ、ほら見てこれ、牛肉、野菜入り、ね、大塚のボンカレー、見たことあるでしょ、これは。ねえ、昔商店だったのかな。あ、ほんと、なんか美味しそう、ボンカレー。ほら、ハウスカレーとか。アサヒビール、キリンビール。オロナイン、何のコーナーだろう。2つあるけど。オロナミンシードリンク、やばいな。あ、見てこれ。下に、大塚科学と大塚製薬っていう違いが。ね。なんか黄金バットと巨人の星。ねえ。え、すげえ。なんか難しい感じだ。ちょっとこれがどういうお店だったのかちょっと気になるけど。確かに。え、そう調べれるのか。ねえ、ちょっと謎ということで。はい。はい。お、
本更新プレビデジアン協会。あれ？は？はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。あれ？あ？協会って書いてあるわ。お前な。書いてあるわ。めっちゃ調べたのに。日本更新プレジプレビテジアン協会。更新っていうかね。こういうこと？でも協会なんだ。竹見。タケミとか、タケミまたっていう人がやってるのかな。まあなんかちょっと工場みたいなね。うん、なね、あったとか。B-29 わかるか、アメリカ軍の空襲があるここあった。この場所なんですけど、すごいね、一直線なんですよ。すごい一直線。わかる？500メートルぐらいあるかな。ある。ね。全然ある。で、来る時も急にカーブになった。カーブになってこの直線に差し掛かるんですけど、この場所なんですけど、まあ元々ね、旧日本軍の戦闘機とかが離着陸していた場所なんですよね。旧日本軍の飛行機が飛び立ってて、でこの上爆撃機、アメリカ軍の爆撃機がここで爆弾を落として、水島空襲があったりね、するほどだったんで。水島空襲とは、1945年6月22日アメリカ軍の爆撃機 B-29-110機により爆撃を受けた。この爆撃で、水島航空機製作所は工場の建物10棟が全壊、18棟が半壊、製造中の航空機数十機が破壊され、主要工場は全壊という壊滅状態に追い込まれた。今現在地なんだけど、ほら、こういう感じで、なんかやたらに、あれよね、スーッとスライドしてるような、いろいろね、道あるんだけど、ここは唯一、ほら、まあいろんな言い訳はできるけど、ここが本当に旧日本軍の滑走路で、こういう今形になっているということで、本当はもっと大きかったらしいけど。結構知り合いも働いてるしね、この辺で。うん。まあなんか、そうだな、なんか水島結構謎が多いというか、なんだろうな、なんかやっぱ岡山市内と雰囲気が全然違う。いやでもなんかちょっと今、ちょっとなんか違うよね。気になった店がいくつかあったので、まあちょっとトラヤに引き続き、なんかちょっと ね、 そうね、美味しそうな焼き鳥屋さんもあったし、ちょっとまた行ってみたいなって思います。これがそのさっきの急カーブなんだ。急カーブというか、まあ、スピード出しすぎたら本当はここもずっとね繋がってたみたいな。もう一つ目がこれ、水島のね川沿いなんですけど、謎のね橋が全く使われてない橋がね、
ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。